開店前からすでに長蛇の列。皆さんのお目当てはお刺身、お刺身と牡蠣があれば生牡蠣。やっぱりお刺身が気に入ってますね。お刺身とお寿司。コロナ禍にも勢いを増す巨大鮮魚チェーン。圧倒的な品揃えを誇る鮮度抜群の海の幸。しかもどれもこれも安いんです。もう天国、楽しいです。楽しいんです。新鮮で安くて、あともういろんなのがあるので、あのつい来ると買いすぎちゃうんで、むしろあんま来ないようにしてるくらいです。年末大注目、巨大鮮魚スーパー、人気の秘密に迫ります。関東を中心に22店舗を展開する角上魚類。小平店には週末になるとおよそ4000人ものお客が訪れるといいます。週1ぐらいでは来てます。他のスーパーで買うよりも安いっていうのも、はい、魅力の一つですね。富山で獲れたサワラが1匹550円、三重で獲れたカマスは1匹250円。およそ60種類の魚介類が1匹丸ごと店頭に並んでいます。まあ今日なんかで言うと、こちらのアラ、白身魚の中でやっぱり高級魚。新潟で獲れた高級魚アラ、淡白な味でコリコリとした食感が特徴。関東ではあまり馴染みのない魚に出会えるのも魅力です。はい、楽しいです。もう2週ぐらい回ってるんですけど、目移りしちゃってどれ買っていいかなってちょっと悩んじゃうぐらいです。このお店の最大の特徴は対面販売。このアジを2尾、お刺身用で。お刺身用、かしこまりました。面倒な三枚おろしやカワハギなどは無料サービス。刺身や煮付けなど用途に合わせた切り方をしてくれます。珍しい魚でもおすすめの調理法を教えてくれるので安心です。ね、やっぱり家でなかなか魚をさばくっていうのはハードルが高くて、それをなんか自分の思う通りにしてくれるっていうのはすごく魅力ですね。鮮魚だけではなく、惣菜やお寿司などの加工品も人気です。ということで、角上魚類小平店のおすすめ商品をご紹介。おすすめはやっぱり海鮮天丼、すごいボリューム満点ですごく美味しいものになります。お店で揚げたてのエビやアナゴ、キスにイカ、季節の野菜が入った海鮮天丼620円。週末には1日300個以上売れる人気商品です。あの量もボリュームあるし全然 OK です。美味しいし。続いてのおすすめはこちら。いろいろ入ってるしお得かなと思って。寒くなったし鍋美味しいし魚介もいっぱい取れるので、今の時期にぴったりなお鍋セット1200円。日によって内容は変わりますが、エビや赤魚、タラ、鮭にホタテ、白子まで入ったお得なセット。市販の鍋つゆを入れるだけで海鮮の旨味が溢れ出します。最後はこちら。ネタが大きいし美味しい、新鮮だし、うん、美味しいですよ。やっぱ美味しいのですごく鮮度が高くて、はい、1日1000個も売れるというお寿司10貫セット1080円。エビやホタテ、イクラはもちろん、中トロが2貫も入ったお得なセット。お店を代表する人気商品です。ここまで安くできるのには秘密が。やっぱりですね、あの角上魚類っていうのは新潟と豊洲の2つの市場を持ってることで安さの秘訣。本店がある
新潟の市場と東京の豊洲市場にバイヤーを配置し、連携を取りながら魚を仕入れています。ナメタガレイなんですけど。ナメタ、はい。こっちもメスは相場が昨日と違ってガーンと上がってるんで、こっちでまあね、競り値次第なんですけど、はい、まあ、300ぐらいは確保して、はい、はい、まあ、今日買えるだけ買っちゃって、はい、仕入れる市場が2つあることで、どちらかが不良でも互いに補い合い、常に新鮮な魚を仕入れることができます。しかも仲卸を通さず直接市場から買い付けるため、安い値段で店頭に並べられるというわけ。はい、こうで卓上全部。さらに店舗数が多く、同じものを大量に競り落とすため、比較的安く仕入れることができるといいます。新潟で競り落とした魚はすぐに各店舗へ出発。お昼頃には都内の店舗に到着します。あ、でも生きてますね。生きてる、生きてますね。あ、すごい。そのため鮮度が抜群なんです。新潟からの直送便が店頭に並ぶ午後1時過ぎは、店長おすすめの買い物タイムだそうです。コロナ禍でも多くの人が訪れる巨大鮮魚スーパー、そこにはこんな理由も。コロナになってから、お家でほら美味しいものとか食べたいじゃないですか。ちょっと家で食べるところにお金使ってるかもしれない。コロナ禍で外食する機会が減った分、お家で美味しいものを食べたいという人が増えているようです。多くの人が訪れる分、仕入れの量も大量ですが、ほとんどロスを出さないといいます。その秘訣は。稲田ってさ、はい、あとどのぐらいあるの。あ、そことあります。ああ、はい、でもちょっと残りそうだから、そうですね、はい、あれだね、少しお刺身の方で加工して、はい、売れ残りそうな魚は鮮度が良いうちに加工、少量の方が売れやすいためロスを防げると言います。やっぱり鮮度のいいうちに、やっぱりお魚をなくしていかないと、どっちみち残っても価値がなくなってしまうんで。大晦日は1日でなんと1万人以上の来店が見込まれているそうです。スーパー J チャンネルの松尾由美子です。いつもご視聴いただきありがとうございます。スーパー J チャンネルで放送したニュースは ANA のニュースチャンネルでいつでもご覧になれます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。